爪から流す電気のリズムで気持ちを伝える。おい、かわいすぎるだろ、そんなのは。おい、反則だよ。おい、違法にしてくれ、こいつは。じゃないともう密漁してしまう。ちょっと前回行けなかったさ、この岩砕きでさ、なんかいろいろできるとこやろうぜ。どうやってんだっけ、これ。これでいいんかな。野生のビッパが岩砕きを使って助けてくれと。え？野生のビッパが？なんで？え、僕わざわざ湯気にさ、岩砕き覚えさせたのに、まあアイテムかなんかが落ちてるんだろう。なんだここ。場所だった。何ここ長そう、道のりが。そんな。こんにちは。何してんの？自転車でスピード出して、そこの出っ張りに乗っかると、すごく気持ちいいのよね。うわー、自転車ないとまだ行けないってことか。なるほどね。自転車持ってねえや。まあでもなんか右サイドはなんか、頑張って徒歩でも行けそうだし、やってみっか。フラッシュ！トラウマ出た。これないとね、なんだっけ、岩山トンネル攻略できないんだよな。思い出すな。めちゃくちゃ苦労してフラッシュ覚えたの。あ。うわ、銀河団じゃん！この人たち、おー、りてか、良いところに来たな。このお菓子や連中がよくわからないこと言ってるわ。多分宗教ですよ、それ多分。ちょっと懲らしめてやれ。いいっすよ。これは困った、ボリモン博士ですね。我々はお仕事としてお話しているのです。あなた、我々に研究の成果をよこしなさい。そうしないとあなたの助手、痛い目に合わせます。いや、脅迫じゃん。脅迫罪だ、これ。りてくん、私たち一緒に戦って殺してみて、おー待って、光と共闘できる。おい。やるぞ、今から。銀河団のテーマはさすがに覚えてね。銀河団かっけえな、こうやって見ると。おかっぱだけどさ。おかっぱは似が、おぱ、あ、なに？おかっぱが似合う子っているじゃん。マルコちゃんとかさ。あとなんかよくわかんないけどさ。うちら御三家を倒せるかな？まず、葉っぱカッターが。うん。これ、あれだね。これ、ライトに交換した方がいいね。よし。てかかっこいい、なんかバトルフィールド。めっちゃかっこよくない？これだって見てよ、床。反射してるよ、これ。すごくないこれ。さあ、やっぱどんぐらい？ああ、強いや。ああ、強いんだ、君。ふーん。やるじゃん。ポッチャマって言うんだ。こっからどうしよっか。どっち狙うこれ。ケムスト狙った方がいいかな。水と、まあ、とりあえず効果抜群。ケムスト狙ってみていい？お願い。痺ろ。くたばれ！一番目取ってんじゃん。ああ、なるほどね。全然食らわないね。ケムストって虫探偵。はい、ナイス。はい、もうフォーカスが一人にしかも向いてないよ。お前だ、ケムスト。これ、お、いいね、手羽先。あ、手羽先もいけたのか。ライトじゃなくてよかったな、じゃあ。まあ、ここはおとなしく噛みつくとかでいいでしょ。はい。いや、虫噛みつくってなんかやだな。すげえ気持ち悪い。はい。あとは飛んだ。ナイス。これいいね。わざわざなんか、攻撃する相手の方を向くの。もう分かった。よし。経験値うまくね。じゃあな、銀河団。いい驚き方だ。なんと、負けてしまった。お子様二人に、我々が。いや、でも僕、関東省でチャンピオンやってますからね。これはいけません。作戦大失敗です。ぐねね。ああ、金持ってんな。脅迫罪だからもうちょっとなんか石料とか欲しいけどね。ああああ暗転長いと思った。やったいけ。いけ、ムックル。ムックルがなんだっけ？ムクバードになんだっけ？さあ。これが真のお前だ。うわぁ。惜しいよね。なんか、ムクフォークの一歩手前って。なんか、ビジュアル惜しいよね。ムクバード。ムクバード、ムクドリポケモン、森屋草原に生息。グループが出くわすと縄張りをかけた争いがいるスプラトゥーンじゃん。普通に。嬉しい、マジで。仕方ないです。ここは引き上げます。なぜなら銀河団はみんなに優しいからです。本当に？優しい人は脅迫とかしないよ、普通に。あいつら銀河団とか言っていたか。確かにポケモンが進化するとき何かしらのエネルギーを出しているのかもしれん。が、それは人にはどうにもできる神秘の力だろうな。なのに銀河団はそれを使って何かをしようとしていたのだ。それにしてもリテ、なかなかの戦いぶりだ。ありがとうございます。あなたからもらったね、ユグがね、こんなにも成長しておるんですよ、今。力を合わせて戦うポケモンとトレーナー。前にポケモンと図鑑を探して正解だったな。リテくん、博士はポケモンの進化について研究しているんだよ。何でも博士の研究だとポケモンの 90% は進化に関係するですって。確かに関係しないポケモンもいるもんね。伝説のポケモンとか、ミュウとかさ。意外なポケモンが意外な進化するのかな。ということでリテくん、博士の研究のためにもポケモン図鑑頑張ろうね。いいっす。頑張りまーす。
デレデレやん。おお、誰だお前。誰だお前は。なになに今の。あんたすごいやん。あの兄さんたち、えらい格好してはったけど、ごめん、僕完成でわかんないんだ。小伝番してたな。うちほんま胸がスカーってしたで。うちこの先のよすがしていてパソコン管理したりしてる、水木言うねんけど、こいつジムリーダーだっけ。いいもん見せてもらったお礼に、あんたのポケモンボックスにどこからでもアクセスできるよ。うわ、これありがたい。これメニューでね。それと、このボールカプセルをあんたにプレゼントするわ。何、ボールカプセルって。あ、これでポケモンの様子が見れるみたいなやつか。そう、ボール、そう、シールね。ボールとかを使いになった。ボールとかがシールを貼ってデコレーションするんやけど、それを好きなポケモンのボールにつけてあげると、投げた時に、綺麗に弾けんねん。あと、内側でよすがしていいのスーパーコンテスト賞。おー、コンテスト出た。シールを貼ったら有利になるから頑張って集めてや。ほんなら、またねー。だって。すごいパイナップルみたいな髪型だったね。まあ次は、なんだっけ、白帯シティっていうところに行くんだよな、多分。204番通り。ここでもポケモンいっぱい、あ、岩かと思った。岩そうなトレーナー。あ、は？相手したりょうか。は？お前こっち、おい、もっとチャンピオンやぞ、おい。舐めんなよ、マジで。ミニスカートがよ。ミニスカートはな、あ、おめえもずいぶん弱そうだね。ビッパーおっと、笑っちゃダメだよね。ごめんね、今、静かに笑ってたよ。ごめん、ごめん。さてと、僕に勝てると思ってるのかな。さあ、レベル7、あー、そっか。そっかそっかそっか。そんなんで君は生きがっちゃったんだね。ワンパンされるのにね。二度と侮辱するな、トレーナーを。ポケモン侮辱すんなよ。何が弱そうじゃ、お前。くたばりな。ああ、やんなきゃよかった。うわ、こいつ嫌いだわ。で、どんな気持ち今。そんなに強いなんて、私も頑張るんだから、こや、頑張りなさい。嘘でしょ？こいつの二段階目そういえば知らないかも。ライトの様子が。え？どんなだっけ？え？待って、この可愛い姿でいてほしかったっていうのもあるけど、これ以上強くなってしまうのか、お前は。どんな？あー！これ一番最後の超かっけえんだよ。ライトはルクシオに一瞬、てか、ルクシオってかっこよくない？なんかハリポタの呪文みてえじゃない？ルクシオ、電光ポケモン。前足で仲間の体に触れる。爪から流す電気のリズムで気持ちを伝える。おい、かわいすぎるだろ、そんなのは。おい、反則だよ。おい、違法にしてくれ、こいつは。じゃないともう密漁してしまう。まあ、じゃあ。手羽先行くか。手羽先行こう。これ、手羽先デビュー戦じゃない？ちょっと、翼で打つやってみてよ。ドン。あー、かっけえ。飛んでるもん、もう。伊手さん、僕、飛べるようになったんですよ。すごいね。悩みの種。悩みの種。不眠になった。うつ病になっちゃった僕の手羽先。なんでだよ。やめろ。はい、抗うつ剤。待って、ここは荒れた抜け道。荒れたか。荒れてるんだな。毒消しか。地味にいる。待って、なんかあれ出口っぽくね、なんか。こうなんか光ってるよね。ほら。頭いい。あ、キプレイじゃないからね。ちなみに。200、ん？ん？いろんなポケモンを育ててる？同じタイプのポケモンばかりだと苦手なタイプのポケモンが出てきたと大変だからな。うん、大丈夫。何ここ。合ってんの？曲良すぎるな。まあ、とりあえず左上も行ってみようか。念のためな。岩石封じ。岩タイプだよね。岩枠とかがなんか持ってるイメージあるな。こんにちは。どうも、あら、お初さんじゃん。お花の香りに包まれて楽しく勝負しましょうね。お花の香りね。なんだこいつ、アロマなお姉さん。香水めっちゃつけてるからなんかすごいオーラみたいな出てる。でも楽しそうにポケモンしてるからよし。こんにちは。虫タイプ使えそうだな。ねえねえ、虫ポケモンのことをどう思ってる？びっくりした。なんで今拡大したんだろう。虫タイプね、ヘラクロスとかさ、カイリティとか欲しいんだけどさ、なかなか、てか出なくない？なんか、こんな序盤で。虫タイプ僕結構好きよ。つかそもそも僕、昆虫とか結構好きだからさ、クモとかちょっと苦手だけど。だってカブトムシとかさ、7月の前半に飼い始めたメスのカブトムシまだ生きてるからね。マジで。これほんとね、ワンチャン冬越すんじゃないかみたいな。で、虫ポケモンは育つのが早くて、毒とか麻痺とかできて、可愛くてかっこいい。ね、とにかくいいやつなんだよ。そう。アゲハとかもよかった。わー、びっくりした。置物かと思った。私たち、クラスでも一番強いんだよ。こんなやつ一撃だね。一撃だよね、サリ。スマブラ、まだオンライン対戦に潜ったことのない小学生見て。しかも双子かよ。超可愛いやん。
パチリスとパチリス。どっちか欲しいな。こんな可愛い女の子たちからさ、1550円も巻き上げるトレーナー嫌だな。はい、見逃しません。ダネマシンガン、おい、ダネの技じゃん。ダネマシンガンでも別にそこまで覚えなくてもいいな。あ、これあれだね。居合斬りだね。居合斬り。あ、そのおたん。ん？白帯シティじゃないっけ、僕が行きたいのって。おやお前さん、願い星は見たことがあるようじゃな。僕ないんだよね、実は。いや、一回あるな。一回か二回か三回か。お主にぴったりのこのポケモン入れとってくれんかな。いいの、あいつます。ええー、じらで？え、崩壊じゃん、もうこれ。ええー。名前何にしよう。ジラーチですか？え、なんでこれマジで？じゃあ、チコとかでいいや。はい。手持ちに代わりにしちゃった。待って、ダメ。伝説のポケモンは、ボックスに送るって、あ、待って、チコの強さ見よう。チコ、レベル5、ああ、まあ、あんまりだね。鋼エスパーなんだ。初めて知った。これ強いの？天の恵みのおかげで技の使い、追加効果が出やすい。これ強いのか？あ、でも念力覚えてるから強いのか。まあでももうボックス送りだけどね。ダメだよ、こんなの手持ちに。じゃあ、お主とこのポケモンに素敵な冒険を願っておる。お前何者だよ、伝説のポケモン持ってるとか。あら、あなた、おめえもなんかくれんの？ポケモンと一緒に冒険？きっと素敵な思い出になるわ。チェッ！つまんねえな。しててんな、この街は。グラシディアの話してる？何それ知らない。昔からね、この辺りではね、ありがとうって気持ちをね、伝えるときにね、グラデシアの花をね、武器にしてね、あげていたのよね。わからん。でも綺麗な場所だ、ここ。なんか、おい、なんか左上にいる。やだ、あいつだと絡みたくね。甘い蜜の香りに誘われてやってきた僕。まるでポケモンみたいな、うるせえ、ポエムか。ここはいいよね。なんたって空気が違うもの。花に癒されるため、あなたもやってきたんでしょ？うん、そうだよ。こうやって花をどんどん踏み潰していってね。おしゃれしてことぶきのテレビ局に行けば、私のポケモン全国の人に見てもらえるかしら。今ね、全国で公開してるよ、あなたの姿を。YouTube っていう名前のやつで。フレンドリーショップでは木の実やリボンは買えないわ。あ、なんかリボンとかもあったっけな、そういえば。あ！ピッピーだ。やだな。そのタウンってね、昔は荒れ果てたお墓だったの。え？あ、荒れ果てた丘か。それだと寂しいからってみんながお花を植えていったの。うわ、素敵やん。でも全然育たなくて困っていたけど、誰かがありがとうの気持ちを伝えたら突然、花が咲き乱れたのよね。不思議。それ、シェイミじゃない？ねえ。僕、シェイミ超好きなんだけど。わかるこれみんな。ポケモンが木の実をついばむ姿って、かわいいねえ。え、なんでここで選択肢出してくるの？はい、でいいじゃん。わい、同じ。はい、ついばむ技マシンどうぞ。イェーイ。ちょろガキちょろ。こんにちは。夜中の3時半ですけど、やってます？やってそう。トレーナーさん、木の実を植えたらこのじょうろを使ってね。ありがとうございます。なんだコタックじょうろって。100均で売ってるやつか、もしかして。一つの木の実が育って多くの木の実をつける。そうすることでどんどん木の実が増えていくの。あなたもよかったら木の実を増やしていって。七しの実だって。あなたは？こんにちは。シールと木の実を交換しましょう。まあいいや。シール、エレキシール。え、違う、そうそう、持ってないんだ。何このソングシール D って。めっちゃ欲しいなぁ。スターシールとか超欲しい。リーフシールもいいね。リーフシールいいなぁ。良すぎるなぁ。スカイシールもいいなぁ。まだ今は関係ないってことだよね。わ、なんか飛び盛りとか電波人間を思い出すな。この花の感じだと。こんにちは。やってます？我々銀河団が花畑で仕事。なんだかかっこよくないよな。いや、素敵じゃないですか。癒されてくださいよ。そういうのはそれも仕事だ。だけど、虫タイプとか草タイプのポケモン苦手。やっぱり入るの嫌だな。素敵じゃない。え、どけよ、おめえらよ。ぶっ飛ばしてやっから。あ、あった、道。この先、ソノの花畑甘い蜜お分けします。だって。ヘラクロスとかいるかな、ワンちゃん。いや、すーごい急に曲がさ、活発になってきてる。カゴの実が、はい、取ります。いいのかなこれ、泥棒。うん、熱っ！この曲。泥棒じゃないかな。木の実植えやっか、じゃあ。待って、この木の実もしかしてさ、取られるんじゃねえの？なんかここはオーケストラ感があっていいよね。僕、オーケストラって結構ね、好きなんだよね。こんにちは。トレーナー君。ねえねえ、トレーナーさん。はい。私のパパをね、呼んできてほしいの。なんで？発電所で働いてるけど、宇宙人みたいな人に、え、人ですよ、宇宙人みたいな人じゃなくて宇宙人だよ。
意地悪されて入れてもらえない。かわいそうに、こいつ子供にもそんなことすんのか。パパどこよ、パパ。谷間の発電所だからここら辺かな。ここにもいるんだ。まあ、いや、とりあえず野生のトッポリも戦おう。ああいう宇宙人は無視した方がいいよ。よー、どけ。お前のパパに用があんだ。お前のパパじゃねえや。発電所に入るなよ。銀河団の仲間以外は誰も入れるなって命令されてんだからさ。目を潰すぞ。なんだその顔は、入りたそうだな。だったら俺と勝負してみろ。はい、先輩。あ、右下になんかアイテムあるわ。さてと、じゃあそこをどいてもらおうかな。だからこんなポケモンじゃ、勝てるわけないよ。おい、ポケモンのせいにすんな。おい、お前ふざけんなよ。お前のせいだからな。お前が悪いんだ。なんてことだ。子供に俺は負けてしまった。だがな、中に入って発電所キーを使えばもう入ってこれないだろう。何言ってんだ。なぜなら残りのキーは花畑に行った仲間が持ってるだけだからな。マジで。ははそういう意味だ。俺の勝ちだぜ。嫌な大人だぜ。同情してやがる。あんな大人にならないようにみんなしようね。え、お前こんなとこ出んの、ブイゼルって。いや、捕まえなきゃ。今回の水はこいつだからな。いや、うん、大丈夫。捕まえよう。水は、おい、なんだそれ。今回の水枠、ラプラスとね、被ってんだよな。どうしよっかな。まあ、ラプラス捕まえたらラプラス。おお、強いじゃん。あんまり手加減してな。よし。はい、余裕。完璧。あざまーす。経験値もうめえ。うまくはねえな。ブイゼル、海イタチポケモン。2本の尻尾をスクリューのように回して泳ぐ。潜るときは浮き袋がしぼむ。かわいいな、こいつな。まあ、ブイゼルは V でいいよ。これ、手抜きかもしんないけど、V ってあれだからね、ビクトリーの V でもあるからね。これどうしよう。出っ張りだね。こんにちは。今、白炭の森は我々銀河館が調査している。これ以上誰も通しません。調査といっても、スノーターン奥の花畑でポケモンを捕まえているとか、発電所のエネルギーで何かをするとか、あなたには関係ないのです。めちゃくちゃ関係ありそう。まあじゃあ、スノーターンのこの左上のバカども、まあ、片付け、お、いない。いなくなってる。ええー。何この超綺麗な場所。さあ、黙ったマミツを全部よこせ。そうだ、銀河団はたくさんのポケモンをおびき寄せるために、それを必要としている。嘘つけ、まあ、銀河団のボスがさ、蜂蜜を欲してるだけでそう。だけでそう。フォークは蜂蜜が大好きなんだよね。みたいな。おい、何かいるぜ、どうする。うむ、誰か呼ばれると面倒だ。お前、コテンパンにすりゃいいだけの話だろ。お、なんか僕みたいな性格してんね。僕もちょうどそう思ってたよ。あ、なんか銀河団がいるな。まあ、ボコサバでいっか、みたいな。おい、1対1かよ、めんどくせえ。もういいから黙って2体、なんかもう2人とも同時にかかってるな。めんどくせえからよ。よーし、おしまい。強いポケモンが欲しいよ。バカ、お前が強くすんだよ。何言ってんだ、お前。この子供、強いぞ。すごい強い。あざす。なんていうか、強いぞ。語彙力ね、僕見て。仕方ない。ひとまず発電所に戻るか。退散。あ、カードキーじゃね、これ。あれこれなんだ、こいつらの、あいつらの忘れ物かな。発電所キーだって、うん、発電所の鍵だね。とりあえず君に渡しとくね。ありがとう。君助かったよ。あいつら甘い蜜をよこせって無理やりに奪おうとしてね。おかしな格好でおかしなことを言ってよくわからない連中だった。ほんとあいつら頭開いてますよね。そうだ、俺はしないと。これ受け取ってくれ。甘い蜜を手に入れた。こうやって優しくしないとダメなんだよね、老人には。老人って言っちゃった、ご老人にはね。その甘い蜜を甘い香りがする木に塗ればポケモンが寄ってくるかもね。だってさ、ヘラクラス捕まえよ、これで。いや、いかにもシェイミーそう、こことか。あ、ここかな、甘い蜜使う場所って。はい。まあ、しばらくしたらポケモンが来るってことね。なんだこれ。甘い蜜を塗った木が大きく揺れていると珍しいポケモンが集まっていることが多いから、ちょっと期待しちゃうよ。へぇ。この花畑にさ、カード、仕様のどの花よりも生き生きとしているだろ。イリイリしてるぞ。ポケモンのおかげなんだよ。絶対シェイミーじゃん。と、まあ、これで発電所の鍵を手に入れたから、あとはこの発電所の中に入って、まあ、なんか、お父さん呼んで、チクればいいんだな。開けろ！中から鍵がかけられて開けられない。発電所キーを使いますか？使うに決まってんだろ、そんな。ガチャリ。発電所の扉が開いた。やったぜ。失礼しまーす。うわ。何？お前、鍵を持っているとか。くそ、鍵を閉めて意味がないぜ。つまり、俺の負けじゃないか。はっ！落ち込んでる暇はない。幹部に連絡だぜ。幹部？幹部とかいるんだ。わ、いかにもなんかコイルとか出てきそう。あ、
誰か進化。あー、聞いたー。暗転が長いと進化のあれが来るんだな。ユグの様子が。さあ、ユグ、お前も進化するんだ。どこ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 。来たー。なんと体からブロッコリーが生えました。どうも、林亀っていうらしいです。よろしくお願いします。僕亀好きだからね。林亀、木立ポケモン。甲羅は土が固まったもの、樹木になった実をついばめにやってくるポケモンもいる。まあこれブロッコリーだからな。いやー、なんか湯に乗って散歩して、あの赤いのが下っ端でしょ。あ、ちょっと下の人と話しかけたかったんだけど。私、銀河団にいる3人の幹部の一人。今にも素敵な世界を作り出すため、いろいろと頑張ってるのになかなか理解されないのよね。あなたも分かってくれないでしょ。ちょっと悲しい今日ね。優しそう。だからポケモン正面でどうするか決めましょう。いいね。私が勝ったらあなたが出ていく。その代わりあなたが勝ったら私たち銀河団が消えるわ。さあ、消えてもらおうか、じゃあ。うわ、かっけえ、この銀河団のシンボル。さあ、行こうか。名前なんだっけ、この人。マーズか。よろしく。赤い月と木星がある。月だか木星だか知らないけど。さあ、じゃあよろしくお願いします。まあ、手羽先にポケモンチェンジしたから、もうこいつはぶっちけ超余裕なんですよね。あ、だ、飛行と飛行だからな。どうしよう。まあ、つばせでいっか。あぶねえ。あ、なんだ。私のポケモンに何するのさ。いや、ポケモン勝負しようって言ったのあんたじゃないか。別に何するのだって。こうやって技出して相手ダウンさせないと、何もできないじゃないか、ポケモン勝負って。なんだ、お前、にらめっことか勘違いしたのか。うちのポケモンにらめっことかできないからな、悪いけど。ジャンケもできないぞ、多分。だって殴り合うしかねえんだよ。ほら、出してこいつにポケモン。ブニャッと。素晴らしい見た目だ。さあ、すいません、打つ。これタイプノーマル悪だっけ？違う、悪単体だっけ？悪単体くせー。うわー、強い。まずいぞ、これ。泥棒、あー、何を盗むんだ、こいつ。いや、相手持ってないぞ、でも。はーい、バカが。こいつ強くね。こいつ強くね。あ、ユグ。お、進化した。じゃあユグで、とどめを刺しちゃいましょう。いけ、ユグ。ドン。後ろ姿恐竜じゃん。だってもう。はい、全然効かないよー。全然効かない。はい、葉っぱがあったで終わり。あ、早い。じゃあユグが遅いんだ、これ。ユグ、亀だからね、遅いって思われてるんだよね。でも亀って遅くないからね。亀って足超速いんだよ、実は。うわー、木の実食ってる。だからま、そんな、体型になっちまったんだよ。葉っぱ買ったでいっか。うわー、これ強い。うわー、普通に強いで腹立つ。あ、だ、急所か。急所でこれか。まだこれで落として、なんかまだあと1体いたよね。出してきなよ、お前のラス位置。相棒、うわー、経験値うまーい。経験値が美味しいよ。ガムシャラ。ガムシャラってなんだっけ？ノーマルだよね。相手の HP が自分の HP と同じぐらいになるようにダメージを与える。強い。体当たりいらないかな、じゃあ。体当たりいらね。あ、ラストあった。対戦あざーす。体あり。まさか負けるだなんて、生意気な子供ね。だって、この人年いくつなんだろう。あと、女性にそういうの聞くのって失礼って言うよね。あらら、まあ、負けちゃった。まあ、いっか。あなたとのポケモン勝負、割と面白かったし。いいね。じゃあ、私たちはあとひとまずバイバイしちゃうから。バイビー。こんにちは。銀河団。とにかくポケモンやエネルギーを集めて宇宙を作り出すと言って、まるっきり意味不明でした。宗教だよ、だから。それはともかく君には感謝の気持ちでいっぱいです。やっと娘に会える。パンザ、お、入ってきた。よかったね。パパー。あ、臭い。シャワーしなさい。あ、研究漬けなんだ。いやー、無理やり働かされてたからね。ブラックなんだ。トレーナーさん、ありがとう。変な人たちがいなくなったから風船のポケモンさんまた来てくれるよね。それ、フワライドじゃね？その風船のポケモンについていくと命やられるって聞いたけど、大丈夫かこの子。ちょっと、絶対ついてっちゃダメだよ。そうなんですよ。毎週何曜日だったかな。発電所の前に風船のポケモンがいるんです。この発電所は風の力を利用しているのと何か関係があるのかな。フワライドって確かやばい都市伝説になかったっけ。なんか図鑑になんか子供の命をさらってくみたいな感じがあるんだよ。